1972年4月1日、陽春の功を期して、長征50年の歴史ある県南の商業と、我が栃木町が、明朗躍進の衣替えをして、栃木市として誕生しました。まず、市政施行関係者一同は、県社神明宮に詣で、神前において、厳かな報告の式を行いました。この日、祝典にはふさわしい日本晴れに恵まれ、式場には早くも多くの来賓相次ぎ、その数千余名に達し、未曽有の盛儀を呈しました。まさにそのつぼみを破って管理たらんとす。これとき昭和12年4月1日、他年の宿坊を実現して栃木市の誕生を見たり、開校すれば大正11年栃木町会において市政調査士を議決し、先進都市の視察を行いてより15年、うちには法制上の相違、制度の変改による負担の比較等に慎重なる調査を重ね、他年、市政実現の日に備えて、調整の拡充と、都市的施設の完成に努め、ついに他町村の合併等を要設して、その実現を